夜叉ヶ池伝説ゆかりの夜叉堂には早咲きの河津桜約20本が植えられています。見ごろは3月上旬から中旬で、濃いピンク色の花が鮮やかに咲き誇ります。夜叉堂には日照りのために干上がった田畑を潤し、住民を救った夜叉姫とその父親である安八太夫が祀られています。